子です。皆さんこんにちは。伊予鉄道大手町駅前にあるダイヤモンドクロス、郊外電車の通過を市内電車が踏切待ちをする姿が珍しく、多くの鉄道ファンの方が撮影されています。それとは別にもう一箇所、市内電車が郊外電車の通過を待つ場所があるって知ってました？その場所はセミダイヤモンドクロスと呼ばれています。宮田町を出て小町駅構内に入るところ、まさにその場所。タイミングが合えば坊ちゃん列車が郊外電車の通過を待っているシーンもお楽しみいただけますよ。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。